水ひまわりは、ひく水ひまわり属の水草の常緑多年草。中南米原産で、日本では外来生物法による特定外来生物に指定され、栽培及び移動が規制されている。中央アメリカと南アメリカを原産地とする。日本、台湾、オーストラリア、ニュージーランドなどに移入分布する。高さは50から200センチメートル。葉は耐性する。 カキは8から10月で白い花を咲かせる。和名は葉がひまわりの葉に似ていることに由来する。流れの緩やかな水辺に生育し、マット状に水面を覆って繁茂する。茎の断片から根を出し、成長速度が速く、繁殖能力は強い。花にはアサギマダラがしばしば飛来し急密する。第二次大戦後に人為的に日本国内に移入された。 1995年に愛知県とヨハシ市の河川で定着が初確認され、現在では関東地方、東海地方、近畿地方にまで分布が拡大している。増殖力は極めて強く、短期間に生息域を広げ、在来種を圧迫する。そのため各地で駆除事業が行われているが、茎の切れ端などからも再生するので、徹底的な除去が必要である。 オーストラリアやニュージーランドでは在来水生植物や魚類を脅かす存在として管理されている。ありがとうございます。